裏に流れるやつも捨てていいと。もうゾーンで。まあ、そう走るやつ梅ちゃんがオッケーって言ったらそいつ捨てて自分のエリア。足の切り替え遅すぎや。守備きつい考えだけど攻撃攻撃大事なの攻撃だから。守ってるだけで絶対無理だから。オッケー相手質高くて守備きつくて攻撃いけないの分かるけど今自分たちのやってること絶対攻撃でチャレンジしないと絶対成長しないから。ミス恐れずにみんなでチャレンジしよう。オッケー守備で体力割かれるのはすごい分かるんですけど主から攻に変わるところでやっぱみんなちょっと休んでた部分が多かったんで、まあ、自分たちが成長するためにはそこをもっと突き詰めてやんないといけないと思ったんで、まあ、ちょっと今日は強めに言おうかなと思って、まあ、チーム全体的にもつなぐ意識が最後の方は低かったんで前半の、まあ、ちょっと強く言おうかなと思いました。俺が結構過去一ぐらいで切れたんですよあの試合は、はい、結構ビビるぐらい俺も、はい、いや、俺も初めて、まあ、フラストレーションはみんな溜まってたよ。新しいことやろうとしてて、その切れた内容は分かるで、俺も分かるで、こうみんな消極的になり始めたんや。ネガティブになったな。もう圧倒的にやられ始めて、うん、あもう無理だみたいな雰囲気が出てたんや、うん、そうやな。それは違うと俺は、うん、別にミスしていいからってチャレンジやな。そうもうチャレンジをしなくなったことに対して、そう対して、いや それは成長できないよってチーム的に、うん、で、まあ、ウィナーズが強くなるためにはもう絶対チャレンジは必要だからと思って、まあフラストレーションも溜まってたし攻撃フラストレーションも溜まってたしもうここはちょっと俺は珍しく偉い言うてました。ハーフタイムも偉い言うてましたですね。ちょっと久しぶりに決めましたよ俺は、うんね、結構過去一ぐらいで、いやいやめちゃくちゃ怒ってた。使ってるでしょあのシーン。使ってるよね、うん、使ってると思うで、うん。